森下博士は神奈川県騎士会に所属していた元騎士である。デビュー時は騎士会所属まで所属していた川崎、長谷川茂氏の師匠である井上育造級者の所属であった。同期には的場文夫、山崎博美などがいる。中学校時代の先生が牧場出身であることを契機に騎士を目指すようになり、1973年11月に川崎、 井上育造級者のところ属としてデビューし、初勝利を初起場で記録する快挙を見せる。デビューして間もない1975年、清藤記念のシアンタンに起場するために、原料特典を返上し勝利した。1978年に一度騎手免許を返上し、廃業、1980年再取得し復帰した。貧馬や短距離に強く、大歌唱、 東京3歳優秀品馬で、それぞれ参照するなどの実績を誇り、2003年、日本プロスポーツ大賞功労賞を受賞、2006年8月には、地方競馬通算2500勝を達成している。また、逃げの森下の異名を持つほど逃げにも強く、また、人気牛もたびたび持ってくることから、穴騎手としても知られている。中央競馬に参戦することは少ないが、 1> 第1回、ビクトリアマイルに、マイネサマンサに起乗したことがある。2012年7月15日に、金沢競馬場所属だった山中俊夫が引退したため、国内最年長騎手になった。2015年5月28日付で所属先の長教師だった長谷川が引退したため、翌5月29日付で、神奈川県騎士会所属となった。2020年3月4日、 川崎競馬第9競争をマイネルミシシッピで勝利し、地方競馬における騎手の最年長勝利記録を64歳10ヶ月に更新した。なお、この記録は2021年7月14日に的場文雄によって塗り替えられた。2020年3月31日をもって騎手を引退した。引退後は休務員となった。出展、ありがとうございます。